いいの、私は今のままでいいの。あなたに奥さんや子供がいるの承知でこうなったんですもの。無理は言いません。その代わり私を捨てたりなんかしたら。バカ、そんなことするわけないだろう。家庭も会社も女房も子供もみんな放り出したいくらいだよ、君とこうしてると。苦しい。ねえ、ダメか、今度の土曜日曜、箱根、いつまでこんなところでコソコソしてるんじゃ。ダメダメ、土曜日曜はどうしてもダメ、横浜へ帰らなくちゃ。材木商だっけ、うん、いくら親元だからって38にもなった女が毎週帰ることもないだろう。洋客とお姉妹の先生だけで食べられると思ってるの。あのマンションだってうちで買ってもらったもんだし、そういう約束だから。私だってあなたと泊まりがけでどっか行きたいけど、奥さんに知れたりしたら困るでしょ、ね、長続きしたいから無理すんのよしましょうね。分かった分かった。分かってるよ。あなた離れないで。私あなたがいなくなったら生きていられない。と言ってくれよ。今度はカナワって言うんだ。男に捨てられた女がね、捨てた男を恨んで木舟神社に願をかけて鬼になって男に思い知らせてやるという。聞いたことあるわ。ほら、頭にろうそく3本立てて。そう、カナワの足は3本だからな。陰気で怖い話。まあね。でもあなた、洋曲習うようになってから落ち着き出たわよ。立ち居振る舞いになんとなく。そうらしいね。
会社でもそう言われるよ。張りのあるいい声ね、お嬢さんの声。うん、厳しい人なんだ。ちゃんと稽古していかないとろくに口も利かない。ママ秋葉行ってくる。今から？マサルが一緒に行けって聞かないんだもん。またファミコン？そう、お姉ちゃんと一緒だと足りない時出してくれるんだもん。ねえ、ママも一緒に行こう。私も。ねえ、パパいいでしょ。いいよ、行ってこい。そう？あ、いい？じゃあ一人しよう。思いしにこぞはやの身をの裏はをこぬふねの鳴ってます。ちょっと失礼。はい、津田でございます。あ、村井ですわ。今夜6時半チャプトルのロビー。じゃあその時に。わかりました。どうも。稽古場のお掃除済みました。ごめんなさいね、余計なこと頼んじゃって。いいんです、どうせ帰ったってアパートで一人ポツンとしてるだけですから。誰もいないの？付き合ってる人。男嫌いなんです私。先生はいないんですか？知ってるじゃない、私の恋人は小野。この年になってもらってくれる人なんていないわよ。先生、これからどちらいらっしゃるんですか？お稽古。え？私がお稽古つけていただくの。あ、家元のところへ。だから方角反対ね。おい、安子。ただいま。どうしたの？どうしたんだ？おい、安子。
呼び捨てになんかしないで。あなたなんかに呼び捨てにされる覚えないわ。何よこれ、レストランの領収書にホテルのマッチ。前からずっと変だ変だと思ってたのよ。あなた女がいるのね。くだらんこと言うな。とぼけないでよ。相手は歌いの女の師匠じゃないの。バカな。まだとぼけるの。よくもそんな風にしらを着ていられるわね。嘘つき。あんたなんか人間じゃないわよ。安子、落ち着くんだ。そんなことは絶対ない。私行ってくる。その男ったらしの淫乱女の師匠のとこ行ってくる。落ち着けて言ってるんだ。あんたなんかね、のしつけてくれてやるってそう言ってくるのよ。安子、あんたこれでも嘘だって言うの。呼んでみたらどうなのよ。いたずらでわざわざそんなものをよこす人いないわよ。いつからなの、いつから私を騙してたのよ。男ったらしの昭和の女に引っ掛けられて鼻の下ずっと長く伸ばしてたんでしょう。よう思ってやせる。頼めた。頼めたよ。俺覚えてる。話してあったら楽なわけないよ。嘘つき。いや、それにしても家元はお元気ですな。69であの元気だ。最近お会いになりましたの。呼びつけられましてね。あなた村井貞夫っていう弟子と深い仲にあるらしいが、本当のところはどういうことなんだろう。君から聞いてみてくれってそう言われましてね。まあ家元独特の言い方だったんだけど、調べはもう済んでるんだから何とかしろって。京子さんどうするね。まあ考えることはないやね。村井さんとの関係を続けていけばあなたは何もかもなくしちまうことになるんだからな。このマンションも洋局も。ああ僕だ。大変なことになった。誰かが女房にね、君とのことを手紙に書いたんだ。もしもし、もしもし聞いてる。はい。大至急会いたいんだ。都合つく時間を教えてほしい。もしもし聞いてる。どんなことがあっても僕の気持ちは変わらないよ。いつがいい。近いうちにご連絡いたします。じゃあ。村井さんかね。違います。家元にはどう言っとこうかね。考えることはないやね。村井さんとの関係を続けていけばあんた何もかも失うことになるんだから。このマンションも洋局も。
て梅雨も涙も散り散りに秋の葉の実も朽ち果て寝うろを召しよ。私は春明流家元水野光助の古い弟子でして、津田京子さんはその家元の水野先生が特別に将来を期待されておる愛弟子です。打ち明けて申し上げますが、あの方が23歳の時から15年間面倒を見ておられます。面倒？つまりそれは京子さんは家元の？余計なことをする人がおりましてね、家元にあなたと京子さんのことを密告した手紙を送りつけた人がおりまして。水野先生はそれでどうしろとおっしゃったんですか？破門するとか？いや、水野先生は心の広い方ですからね、そういうことはなさらんでしょう。知らん顔なさってます。京子さんにも直接何もおっしゃってません。まあ断ら立てない方が京子さんのためにも村井さんのためにもいいんじゃないかと思いますよ。彼女はどう言ってるんですか？大恩ある家元には背けないと。あの稽古場付きのマンションだって家元が買ってあげたものなんですよ。え？横浜の材木商の実家が買ってくれたって聞きました。そんなものはとっくにありませんよ。両親は亡くなってるし、あとは兄さんがやってたようだけど潰してしまいましたよ。家元に捨てられたら京子さんは生きていけませんな。それとも村井さん、あなた家庭を捨てて京子さんと暮らしますか？それならそれでいいんですが。わかりました。ただもう一度直接京子さんと話がしたいんです。それからにしたいんです。お願いします。直接君から聞きたかった。瀬田山さんの言ってることは本当なのか？瀬田山さん、二人っきりで話し合ってはまずいことになるんじゃないかと思いましてね。京子さん、話が違うじゃないか。村井さん、本来ならあなたが家元に謝罪をしなければならない立場でしょう。それを代理人の私抜きで二人っきりで話し合うのはまずいんじゃありませんかね。第一、これは京子さんが言い出したことなんですから。京子さん。その通りです。村井さん、こうなったら仕方がありません。すっかり清算しましょう。いろいろとわがままを言ってすみませんでした。村井さんにはよくしていただきました。ありがとうございました。さようなら。失礼します。綺麗に手を切る。謝れ。
みんな忘れるよ。二度とこういう過ちはしない。安子、謝るよ。38で70の人の愛人じゃ頼りなかったのよ。本当にあなたのこと好きじゃなかったのよ。そんな簡単に別れられるなんて。はい、村井ですが。一度会ってください。私お話ししたいことがあるんです。今さら何を言うんですか。会う必要はないでしょう。お願いします。もう終わったことです。会ったってしょうがないでしょう。お願いします。だってあの時はああいうより仕方がなかったじゃありません。私の気持ちはちっとも変わっています。村井さん、村井さん、村井さん。先生、金沢さんと芝木さんのお月謝預かってきました。どうして？お二人お稽古やめさせてほしいということでした。どうしてかしら。あなたにやめる理由をおっしゃらなかった。金沢さんたち知ってたら教えてちょうだい。村井さんのことです。え、瀬戸山さんがあちこちで言いふらしてらっしゃいます。まあ、金沢さんも芝木さんも瀬戸山さんのお稽古場の方へ。先生お気の毒です。あの人家元にいい顔して結局は自分の。お稽古始めましょう。私と村井さんのことを家元に密告したの、あなた誰だか知らないかしら。わかりません。そう。でも先生帰ってよかったんじゃありませんか。一時辛いかもしれないけど長くなればなるほどもっと辛かったんじゃありませんか。村井さんには奥さんも子供。あ、もしもし。もしもし。一度会ってください。私お話があるんです。もしもし、もしもし。
先生、果物買ってきました。ありがとう。元気を出してください。風邪ぐらいなんですか。無理よ、あなた一人になっちゃったんですもん。お弟子さん元気になったってしょうがないじゃない。もう終わり。そんな悲しいこと言わないでください。あなただって女だからわかるでしょ。家元に世話を受けてる女が妻子ある人を好きになって、それが分かっちゃったら別れますってよりしょうがないじゃない。そう言ったって本心は別よ。変わってないわ。こんなことになるんならあの時別れますなんて言わなければよかったのよね。私小さい時に両親亡くしたから家元を父親みたいに思ってきたの。芸の上の師匠で父親、そんな風に思ってきたの。人を好きになったのはあの人が初めて。でもダメなのよ、私の気持ちは通じないの。何度電話してもあの人一言も言わない。黙って切っちゃうの。雅子さん、あなたが泣くことなんかないじゃないの。先生許してください。どうしたの。私です。私が村井さんの奥さんに手紙を出したんです。あなた。先生がそんなに村井さんを本気で真剣に思ってらっしゃるとは考えてもいませんでした。先生、村井さんに騙されてる。このまま行くと先生は破滅する。私そう思って。嫉妬の気持ちもありました。許してくださいとは言いません。私どうされても構いません。家元にそう言ったのは村井さんの奥さん。今さらあなたをどうしたってもうどうにもならないわ。あなたにお願いがあるの。あの人に会ってちょうだい。村井さん、家元の水野先生とのことをあなたに隠していたのは私の気の弱さからです。私が悪ございました。申し訳ありません。謝ります。ずいぶんひどい女とお怒りになったと思いますが、それについても釈明したいと思います。瀬戸山さんの前ではあなたと別れますと申し上げましたが、あれが本心からでないことは村井さん分かっていただけたと思っておりました。私にはあなたしかありません。家元とは別れても構いません。お願いします。一度会ってください。お願いします。会ってあげてください。お弟子さんもみんないなくなっちゃったし、先生とっても寂しいんです。村井さん。今更会ったってどうにもならない。会う勇気がないよ。破滅の淵へ向かって歩くな。もうごめんだ。その通り返事してもいいんですか村井さん。それじゃあまりにも先生がかわいそすぎるじゃありませんか。会ってあげてください。会っていろいろ話を聞いてあげてください。そうすればいくらかでも先生の気持ちは晴れると思うんです。村井さん。終わったんだ。
今さらあったってどうにもならないよ。破滅の淵へ向かって歩くのはもうごめんだ。終わったんだ。もう本当に。もしもし、村井でございますけど。もしもし、もしもし。もしもし、村井ですわ。もしもし。私もう嫌。あの女よ。朝は早朝、夜は深夜、必ずあなたがいる時間にかかってくるもの。私だとすぐ切るくせに、あなただとなかなか切らないじゃない。あなたの声聞いてるのよ。ねえ、あなた、ちゃんと話がついてないんじゃないの。話しつけてきてちょうだい。その必要ない。今日で10日夜は寝られないし、もう神経ズタズタ。
話の嫌がらせが終わったと思ったら今度はあの女がうちの前うろついてんのよ。ねえ、あなたが出てくるの待ってるんじゃないかしら。どうするの。会うよ。やめてもらえる。そういう、やめてちょうだいよ。大声でわめかれたらどうするの。緊張に顔向けできないじゃないの。きっと刃物持ってるわ。殺されるわ。出ちゃダメ。絶対に外には出ない。あの人だったの。分からん。うちに火でもつけられたらどうしよう。風が5つ芝居の旅だ。津田京子の、いや気持ち悪い。始末しろよ。ねえ、あなた捨ててきてよ。昨夜のうちに嫌がらせに来たのよ。執念深い。発見されたのは今朝の5時です。玉川上水での入水自殺です。たもとの中にあなたの名刺が入っていたものですから。ご存知の方かどうか。先生、仏さんは
田京子春若流志賀春若流あの洋曲の先生先生どうしてどうしてどうしてよしかさんちょっとこちら足袋が片一歩しかありません。どういうことでしょう。水の中で脱げるってことは考えられないんですか。どうでしょう。仏さんを誰か恨んでいたとか。自殺にしては遺書もありませんし、一応他殺の線も。どんなことでも結構です。話していただけますか。郵便箱に入っていたってんですか。これが。はい。津田京子さんは昨夜11時ごろ小山台の駅で降りたのを駅員が見ているんですがね。お宅行ったんじゃありませんか。いえ。あなた昨夜の11時から今朝の4時から5時ごろまでどこにいました。うちで寝ておりました。どなたか証明できる方いらっしゃいますか。女房も子供もご家族以外の方ではいません。ねえ村井さん、あなた本当に昨夜津田京子さんに会ってませんか。はい。昨夜だけじゃありませんよ。もう何度も駅員は見てるんだ。あの駅のあたりで村井さん以外に知り合いの方はいそうにないんですがね。村井さん、正直に話してくれませんか。あなた本当に会ってないんですか。僕が疑われてるんですか。僕じゃないですよ。僕じゃないですよ。僕は殺したのかしていないですよ。僕はあの女を違いますよ。僕は殺してなんかいない。そんな殺してなんかいない。そんな殺してませんよ僕は。私をないがしろにするようなら土地の一坪でも渡すものですか。あの人といる限り本当に生きてるとは言えないんです。どうにかして今までなくしていた幸せを取り返した